今日ご案内する内容なんですけれども、法事の中でもちょっとサーバー実装と、それからアドイン実装、それからクライアント側の実装ということで結構ボリュームがありますので、今日ご案内する内容は後ほどクラウドに今レコードしておりますので、公開いたします。なので、今日一日ですね、4時半までの内容を何回かこうトレースをして繰り返し習得していただくようにお願いします。この時間内で全てを把握するっていうのは少し難しいかなというふうには思っています。で、今日ご案内する内容なんですけれども、まずは初めにということで、4G、AutoCAD のアドイン開発とは若干違いますので、そういったところのご案内。それから簡単ではありますけれども、デザインオートメーションの特徴ですね、ご理解をいただく。それからその後になりまして、実際実習になりますけれども、LearnForge という学習コンテンツ。これを用いて、実際に皆さんのローカルコンピューターにウェブサーバーを構築して実行するというところをご紹介します。で、時間の許す限り、後ほどブログという形でデザインオートメーションを使っていただく上でのご注意点、それからコストについてですね、ちょうど今変化をしている最中なんですが、そういったところもご案内させていただきます。まず、はじめにということで、失礼。言い忘れましたけど、適宜、休憩は入れますので、1時間に1度ぐらいですね。そういった部分も入れていただくというふうにご理解ください。それでは、はじめにということで、ご案内をいたします。まず、この 4G という環境なんですけれども、もうすでにご承知いただいていると思うんですが、インターネットを使ったウェブ開発環境です。こういったウェブ環境、開発環境なんですが、HTML や JavaScript といった業界標準のテクノロジーをベースにしております。Autodesk、こういったウェブテクノロジーをベースにした API というのを、この 4G という名前で公開をしております。で、各社リリースしているこのウェブ API、いろいろな特徴であるとか強み持っておりますので、ちょうどブロックの色や形が違う、こういったブロックに例えて、いろいろなものをですね、組み合わせて、今までにないアプリケーション、ソリューションを構築していただくという特徴を持っています。こちらのオートデスクが公開している4G なんですけれども、オートデスクがもう1年ぐらい経つんですが、クラウドサービスをお客様に提供しだして、その間に培ったテクノロジー、ウェブ API のセットっていうのがございますので、それを一般の方に公開したのがウェブ API の集合である4G というものになります。ですので、あくまでブランド名ということですので、一つの API だけで構成されているというわけではございません。そんなわけで、今日ご案内するのは、その中の一つのデザインオートメーションを AutoCAD というふうな API になります。で、こちら、今お話ししてしまいましたけれども、Web の技術ですね、ベーステクノロジーをプラットフォームにしてますので、いろいろな各社が用意している Web API、ないしはオープンソースと自由に組み合わせることができますということです。Autodesk の得意分野として、デザインデータの活用といったところに特化して、Forge の API 群が用意されているというふうにお考えいただいて結構です。で、もし皆さんがですね、今まで弊社のデスクトップ製品のアドイン開発、特にAutoCAD になると思うんですが、今回、AutoCAD の API に精通されているんだけれども、 Web API、Web の開発は初めて、あるいはあまり経験が浅いというふうな場合の方いらっしゃいましたらば、こちらのページですね、後ほど公開、配布いたしますけれども、ご確認いただきたいと思います。で、今はですね、ご参加いただいている方、今2名いらっしゃるかな、の方にお送りするんですが、皆さん、このチャットウィンドウというところを見ていただくと、ファイルの受け渡しができるようになっています。で、私、今これからですね、今お見せしていた、スライドの PDF バージョン、これを皆様にお配りいたしますので、これダウンロードしていただいて、開いて内容を確認していただきたいと思います。少しお待ちください。で、今アップロードしています。ちょっと9.5メガありますので、アップロードとダウンロード少し時間かかると思うんですが、しばしお待ちください。
で、その間ですね、お見せをしたいのは、今のこちらのページの続きなんですけれども、スライドをダウンロードして開いていただくと、今右上のところにページ番号を書いてございます。私今開いているのはページ7ですね、7ページ目。で、こちらのページなんですが、一番下に目を移していただきますと、4G 開発に関してというふうな形で、参考ブログ記事っていうリンクがございます。なので、ダウンロードしていただいた方はですね、こちら開いていただいて、これから各ページにおそらくこういう同じような参考ブログ記事の URL がございますので、開いてこちらのリンクをクリックすると、それの該当するブログ記事ですね、このように表示されてまいりますので、今日お話しできない内容も含まれます。なので、後ほどゆっくりこの内容を確認していただきたいなと思います。で、今開いているのはですね、AutoCAD のデスクトップなどの開発やったことあるんだけども、Web 開発と何が違うかっていうところを少しご紹介しているページになります。まあ、適宜この辺はですね、皆さんの必要に応じて、下の参考ブログ記事のリンクもお使いいただきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日すでに皆さん、法人については内容は若干だと思うんですが、把握はされていると思うんですが、法人に関しての公式ドキュメントというのは、この forge.autodesk.com、このページにすべて集約されています。まあ、リファレンスであるとか、デベロッパーガイドですね。そういったイロハであるとか、細かいところ。まあ、残念ながら、英語が主体になってしまうんですが、デスクトップの開発と違って、やはり翻訳してると、どんどん新しい内容に書き換わってしまうので、翻訳が追いつかないということで、英語でのご提供になってしまいます。適宜、翻訳サービス等を使って、訳しながら内容を把握していただければというふうに思います。それから、Forge ポータルの下のところ、フッターと言いますけれども、下のページスクロールしていただきますと、コードサンプルズというリンクがあって、Forge のサンプルコードをですね、ここにアクセスしていただくことができます。まあ、若干1ページ改善するんですが、サンプル内容を把握して、そのリンクをクリックしていただくことで、GitHub リポジトリ、要はソースコードを入手していただく。いただくことができますので、ソースコードをダウンロードしてローカルから実行しながら皆さんのコード開発に役立てていただくということができます。それから Forge SDK、 実際今日はプランフォージの中でも使わせていただきますけれども、この中でですね、 SDK というふうにタイトルがついたサンプルといったらおかしいんですけど、サンプルがございます。これ何かというと、エンドポイントを呼び出すというふうな RESTful API をラップしたものです。今回は Node.js というのを使わせていただきますけれども、少しエンドポイントを直接呼ぶんじゃなくて、プロミスパターンを使って JavaScript から間接的に呼び出すというふうなことをこちらの方でやっていただきます。まあ、直接エンドポイントを呼ぶよりも簡単なコード技術で進むというところが利点として挙げられます。まあ、もちろん使わなくても、もちろん実装はできるというふうなことですね。で、今日はですね、特に指定というのはしてないんですが、最低限のものしか。開発環境として、Autodesk の方でお勧めしているのは、こういったツール群です。ブラウザーで何かしら確認をしていただくという場合には、Google Chrome ですね。それから、これは今日も使わせていただきますが、エディターとしては VS Code を使います。また今日は使わないんですが、RESTful API のテストツールとして Postman、これを使っていくという場面があります。まあ、RESTful API、リクエストをしてどういうレスポンスが来るかというのを把握していただく上では非常に分かりやすいツールかなと思います。また、Web サーバー実装、これは触れてしまいましたが、今回 Node.js と、他にも IIS とか .NET、Apache とかいろいろあると思うんですが、今回は Node.js を使います。
また必要に応じて、リポジトリをですね、GitHub からダウンロードしてみたいな、クローンしてみたいな操作をされる場合は Git for Windows と。もちろんこのページ、11ページ目今ご紹介してますが、下の参考ブログ記事というところに、同じくこういった内容のインストール、それからニュース先を記したブログ記事へのリンクがありますので、こちらも必要に応じて後ほど確認をしていただきたいと思います。それから、これが LearnForge といって、今日使わせていただく学習リソースです。リンクが埋まっていますので、埋め込んでありますので、皆さんもし PDF 開いて12ページ目を見ていただいているようでしたら、この上のリンクですね、クリックしていただくと、LearnForge のページが開くはずです。もともとこれ英語で公開をしていたんですけれども、現在日本語版、それから中国語版、リンクがございます。右上の方に JA とありますので、これをクリックしていただくと、日本語のリソースが表示されるはずです。で、過去何回かオンラインのトレーニングを実際して、させていただいたんですけど、左手の方に行くとメニューが出てまして、ビューアーで表示するためのコースとか、Vim360 とのインテグレーションをするためのコースとか、いくつか分かれています。で、今日皆さんにデザインオートメーションフォーオートキャドのトレーニングをご案内するにあたってお使いいただく内容は、このモデルを修正するという項目です。この下にいくつか項目がありますので、この内容に沿ってこの後実習をしていただくということになります。モデルを修正するというところですね。それでは一旦ちょっとスライドに戻ります。これも皆さんもすでに取得していただいていると思うんですが、Forge で開発を始めていく場面では、必ずクライアント ID とクライアントシークレットと、まあ一般的にはデベロッパーキーと呼んでいますけども、こういった ID を取得していただく必要があります。まあアプリケーションを構築するんですが、ユーザー名とパスワードに相当するものだとご理解ください。で、この内容なんですけれども、ちょっと少し前にですね、ページ構成変わっちゃったんですが、Forge ポータルに皆さんのアカウントでサインインをしていただいて、アプリケーションズというふうなメニューをですね、アカウントをクリックするとメニューが出てきますので、このアプリケーションズというふうなリンクをクリックしていただいて、で、ページ遷移しましたらば、Create Application というボタンを押します。そうしますと、アプリケーションの名前何にしますかというふうに聞いてきますので、何かしら文字を打ち込んでいただいて、名前をつけて、Create というボタンを押します。そうすると、瞬間にですね、ページが変わりまして、クライアント ID とシークレットちょっと伏せていますけども、表示されてきます。で、開発をするときには、この2つのキーですね、クライアント ID とクライアントシークレットっていうのをプログラムの中で埋め込んでいただくことで、Forge サーバーとの認証が取れるようになります。逆に言えばですね、このクライアント ID とシークレットがなかったり、あるいは不正なものであると、Forge サーバーへのアクセスが却下されてしまいます。拒否されますので、Forge アプリというのを作ることができません。で、まあ、こちらのページですね、アプリケーションを登録する際に、このキーを2つ取ると同時に、それから使う API というのを指定していただく必要もあります。まあ、今見ていただいているのはアプリケーションの情報ですね、名前であるとか説明を書いて、で、ここの部分、どの API を使いますかと。冒頭で、当時いくつか API を提供していますとお話をしていますけども、まあ、これすべて今11個チェックが入ってますけど、必要に応じてチェックを外したり入れたりということができるということですね。で、今日はデザインオートメーション API を使いますので、最低限、このデザインオートメーション API というのと、ファイルの入出力もしますので、データマネジメント API と、この2つに入れていただくと、チェックを入れていただく必要があります。まあ、特に気にしなくて、11個すべてのチェック入っていても、特に問題はございません。でここまではもうすでに実行していただいていると思いますので、ご案内の中に、トレーニングのご案内の中に入れていると思いますので、今回の方は細かい手順は割愛させていただきます。はい。で、どこ、
った最後にですね、セーブチェンジズというふうにボタンを押していただくと、このキーとそれから使う API の情報が、法事側の方に、法事サーバー側の方に保存されますので、皆さんのアプリケーションにキーを埋め込んで開発が可能になるということです。で、一点ですね、ご注意いただきたいのはこちらです。デリートボタンというのがあって、作ったアプリケーション、名前を付けてキーを取得して利用する API のチェックをしましたが、こういった単位のアプリケーションというものを消すことができます。削除してしまうことができます。で、もしこれ削除してしまうと、そのキーを埋め込んだ法事アプリは動かなくなってしまいます。つまり、アクセストークンが取得できない、イコール、クライアント ID とシークレットがなくなったっていう状態になってしまいますので、このボタンは、意図的に消す場合を除いて、間違って消すというふうなことがないようにご注意いただきたいと思います。